シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方です。ホテルメトロポリタン秋田の岸野良総料理長です。フランス料理のスペシャリストなんですよ。シェフ、今日は何を作りますか？はい、今日は完熟トマトのポークシチューです。わー、美味しそうですね。お野菜もたっぷり、彩りもとても綺麗です。新しくできたお友達とホームパーティーという時にもいいですよね。では材料見ていきましょう。4人分で掲載しています。豚こま切れ肉が 250g、 じゃがいも1個、人参1/2本、玉ねぎ1/2個、にんにく1かけ、ブロッコリー4房、大葉2枚、トマトホール缶 400g、 コンソメ、小麦粉それぞれ小さじ2です。オリーブオイル 30cc、 白ワイン水それぞれ 100cc、 塩コショウ適量です。それではお願いします。はい、まず野菜ですね。はい、それぞれ食べやすい大きさに切り分けておきます。はい、ブロッコリーは房ごとこう切っとって、大さじ1杯ぐらいの水を入れてラップをして600ワットのレンジで2分ぐらい加熱しておきました。そしてニンニクは半分に割って香りが出やすいように潰しておきます。はい、潰しておくんですね。はい、そして大葉みじん切りです。お肉は、今日は細切れです。いろんな部位がこう入っているので食感が面白いですね。であらかじめ塩コショウをして小麦粉をまぶしておきました。はい、で次にフライパンにオリーブオイルと潰したニンニクを入れて、はい、トマトのホール缶も使いますね。はい、トマトは今日は缶詰ですね。夏のあったかい美味しい季節になったらフレッシュを使った方が美味しいかも、ね、いいですね。夏が来るのが楽しみです。はい、でフライパンにオリーブオイルと潰したニンニクを入れて、はい、香りを出しておいた状態です。いい香りしますね、ニンニクの。いい香りが出てますね。うん、これに先ほどのお肉入れて炒めます。はい、今日は豚の細切れを使って完熟トマトのポークシチュー作りますよ。お肉の両面に焼き色がついた状態まで香ばしく炒めます。はい、このお肉を炒める時の火加減は強火ですね。強火ですね。はい、でちょっとこう固まってるところをほぐしながら炒めていきます。はい、ほぐして全体的に火が通るようにするんですね。はい、こんな感じですね。はい、ニンニクの香りがいいですね。お肉強火で炒めていきます。はい、しっかりとお肉に火が通るまで炒めた方がいいですかね。表面ですね、表面だけ、こんがりと香ばしくなるように炒めます。はい、で今日はちょっと時間の都合もあるので、はい、この中に野菜を入れて一緒に炒めます。はい、ご家庭ではね、はい、表面こんがりするまで炒めましょう。はい、はい、お野菜まずは玉ねぎですね。はい、玉ねぎが入ります。玉ねぎ1/2個分ですね。はい、じゃがいもです。はい、じゃがいもは1個ですね。そして人参ですね。はい、このポークシチューお野菜もいっぱいですね。人参も入ります。野菜をたっぷり召し上がってください。はい、火加減も変わらず、はい、強火でいいです。で炒めて野菜がしんなりしてきたところですね。はい、ここで白ワインを入れて蒸すようにします。白ワインを入れます。 100cc です。アルコール分が飛んだところに、トマトのホールを入れます。はいはい、トマトのホール缶を入れます。1缶ですね。はい、だいたい 400g です。ですね。わ、でこれで沸騰してきたら軽くアクを取って、はい、お水を加えますね。はい、お水 100cc です。強火で沸騰してきたら、こうやってアクを取ってください。はい、出てきたアクを取りましょう。はい、そしてコンソメの顆粒を加えて、コンソメ顆粒小さじ2です。はい、で軽く全体をこう混ぜ合わせたら、
蓋をしてだいたい30分ぐらい野菜が柔らかくなるまで弱火で煮込みます、はい、弱火にして煮込みます。さあ、あらかじめ煮込んでおきました、はい、30分ぐらい経ったのがこちらになります。美味しそうですね。野菜がとろっと柔らかくなった状態ですね。しっかりと、はい、あ、玉ねぎも本当柔らかそうで、ここでちょっと最終的に味見をして、はい、シェフの味見タイムで、塩コショウで最終的に味を整えます。はい、塩コショウ適量です。はい、そしてこれを器に盛り付けます、はい、この牧汁、トマトの赤色がとても綺麗ですね。人参と玉ねぎとじゃがいもとごろっと入っています。食べ応えがあるスープですね。そして先ほどあらかじめ加熱したブロッコリーですね、ブロッコリー今日は芯の方も一緒に入っております、はい、緑が入るとまた綺麗ですね、はい、そして最後にこの大葉のみじん切りを振りかけて完成です、はい、彩りとてもよくできました。こちらで完成です。ソースが余った状態は、パスタなんかにも利用できますので、ぜひ試してみてください、はい、今日のポイントとなっています。パスタにも利用できますよ。たっぷりお作りください。詳しい作り方、そして材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、ゆっくりご覧ください。このトマトのポークシチュー、まだね、ちょっと寒い日もありますからね。そうですね、はい、栄養もしっかりつけて、新年度環境が変わって疲れたって方もね、ほっこりする味ですので、どうぞお作りください。今日は岸則夫総料理長と完熟トマトのポークシチュー作りました。来週はフードコーディネーターの桜庭美沙夫さん初登場です。タケノコラタトゥイユご紹介します。以上、シェフズレシピでした。